んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、既読スルーに腹を立てている自分を直すです。あなたには恋人、または恋人ではないけれども気になる人はいますか？そんな人にメールを出した時、返事がなかなか来ないといろいろと焦りますよね。読んでないのかなと確かめてみると、読んでる。なのにすぐに返事がないと余計に腹が立ちますよね。このような人はなぜこんなに腹を立てるんでしょうか。相手の都合とか全然考えていませんよね。これは女性に多い傾向で、男性はそうでもないですよね。実はこれは乳幼児期の体験に影響を受けています。赤ちゃんの時は自分が声を出すと母親ははいはいと返事をしてくれたんですが、それがだんだん返事をしてくれなくなります。そして母親が他の兄弟に返事をしているのを見ると、自分は無視されていると感じますし、母親が父親の用事をしていると自分は優先されないんだと感じます。そして母親が自分に返事をしてくれないのは他の兄弟の方が可愛いんだと結論付けたのです。こうして嫉妬心が生じます。脳の中にこういう回路が作られたのです。その証拠に、今でも彼からちょっと返信が遅いと他に好きな人がいるんじゃないかしらという疑いを持ったりしますよね。これでは逆に嫌われてしまいますよね。今日はこの癖を直しましょう。いつものように自分が6歳だと思って、大人の自分があなたに話しかけます。目を閉じて聞いていてくださいね。あなたは自分がメールを送ったのにすぐに返事がないと腹を立てるよね。読んだくせにすぐに返信しないってどういうこと？って怒るよね。口には出さなくても頭の中はとてもイライラしているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそうやって返信返信ってイライラしながら待っているから、仕事に集中できないし、感情に振り回されて幸せを感じないんだよ。バカだよね。あなたは勘違いしているよ。相手にはいろいろな都合があるし、たとえ暇だったとしてもあなたのメールにすぐに返信しないといけない義務はないんだよ。あなたが怒っているのは、自分はもっと大切にされるべきだ、自分は優先順位に一番のはずだと思い込んでいるからだよね。それはあなたの勝手な思い込みだよね。あなたの存在価値はあなたが思っているほど大きくないんだと認めなさい。あなたはあなたのお母さんが自分にすべき態度と同じことを、相手がしてくれて当たり前と思っているんだよ。あなたは赤ちゃんの時、お母さんは自分が話しかけたらすぐに返事をすべきって思っていたよね。でもお母さんは仕事で忙しかったり、他の兄弟の世話やお父さんの用事をしていたりするから、あなたはすぐにお母さんに返事をしてもらえなかったよね。それで私なんかどうでもいいんだって腹を立てたんだよね。だから今でも既読スルーされると、あなたは私のことなんてどうでもいいんでしょってスイッチが入ってしまうんだよね。バカだね。彼はあなたのお母さんではないよ。あなたも赤ちゃんではないんだよ。だからあなたの大切な時間を、返信を今か今かと待つために使うのはやめて、自分の時間を
いつでも自分のために楽しみなさい。あなたはいつでも自分を自分で楽しませることができるよ。そしてとても楽しんでいる時に返信が来るともっと嬉しいよね。あなたは自分で自分を楽しませられる。大人の自分はあなたの成長を楽しみにしているよ。